こんにちは。さあ、いよいよ始まりました。黒木貴弘のタカヒーローチャンネル。始まりましたよ。皆さんご覧ください。記念すべき一発目の動画にふさわしい、雲一つない素晴らしい天気です。大雨。まずはシンガーソングライター黒木貴弘としての存在をね、一人でも多くの方たちに知ってもらいたい。そして黒木貴弘の音楽をいろんな方たちに届けていきたい。なのでね、なるべくこまめにこの YouTube をね、発信していきたいと思います。なぜ僕がこの場所を選んだかというと、僕は小学校の時からずっと野球やってた、野球やってたわけです。走った、この場所でめちゃくちゃ走りましたね。そんな原点の場所がここなわけです。怒られたこともあった、殴られたり泣いた時もあった、この場所が原点なわけですよ。やるからにはね、本気でいろいろと僕はチャレンジしていきたいと思います。なので今から僕はここから目標を大きな声で叫びたいと思います。向こうに向かう、向こうに向かって言った方がいいのかな。これ発表したいと思います。黒木貴弘、年内に YouTube 登録者数1万人目指します。奇跡のタイミングで、奇跡のタイミングでなんか流れてる、ピンポンパンポンだって、終了のチャイムが流れてるんじゃないよ本当にね。笑ってる人がいます、僕の目標を聞いて。いや、引いてる人もいる。結構笑われるくらいがちょうどいいんですよね。今僕がツイッターとかフェイスブックつぶやいたら、いいねが2とか3。2とか3ですよ。そんなやつが年内に1万人ですよね。だけども、かの有名なボルテールはこう言いました。船の出航を待つな、船に向かって泳いでいけ。これだよね。チャンスは待ってるだけじゃ来ないんだと。自分の足で捕まえに行く。待ってるだけじゃチャンスは巡ってこない。いいか、自分の足で捕まえに行くんだ。そういうメッセージをボルテールは残してくれてます。こんな売れないシンガーソングライターの雑草魂のストーリーをみんなと共に作っていけたら嬉しいです。何卒よろしくお願いします。そして明日も動画発表します。明日の内容は重大発表です。それではみんな、また明日、いつでもみんなのタカヒーロー。